おはようございます。四国は3時になりました。星野源さんお疲れ様でした。2023年6月26日火曜日、この時間はアナのオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。アナです。そして山里です。あ、もっとちゃんと紹介しないとあのじゃあ、これ結構ねすごいことが起きてるって、まあ、勝手にこっちは思ったからもっと貯めてね。なんでパジャマ着てるんですか。ドレスコードがあるって聞いたんだよ。ないよこのラジオだって、この空間にいるみんなパジャマ着なきゃいけないって聞いてるから。そんなことない、みんな服で着てるよ。いい加減にしてくれよ。オタクのリスナー誰か。ラジオだよ、ラジオ。なんでパジャマ着てるんですか誰が言ってんだよ。考えてそれはリスナーがずっと当初から思ってたし、なんでこの人はパジャマ着てやってんだろうと思ってるけど、それがスタイルだって言うから。そうなの、別に全然服でいけよ。まあ気持ち悪いということで、山里亮太さんです。ロケットスターって悪口言うじゃないか気持ち悪いっていうこと で人の名前紹介したことってあんのか今まで。でも、うん、でも誰でも誰じゃないの誰山里亮太ですよ。だから南海キャンディーズの、はい、ほらじゃあ正解です。正解をクイズ出されてたの俺今で南海キャンディーズの山里亮太、ちゃんと正解してなかったってことだよそうクイズするって感じで。そんな感じなの。お願いします、ね、いやもう感慨深いよ。でもちょっと、いやそうですよ、あのちゃんが一人喋りで勝つよ、ね、星野源さんお疲れ様でしたって、まあ言ったらオールナイトニッポン伝統だからね。そう、一部の方にお疲れ様でしたっていうの。そう、それやってんだ。しかも星野源さんにやってる星野源さんとも喋って、一人喋りで。いやそうですよ、だからちょっとそのオールナイトニッポンゼロやるってなった時に、そう、ね、まあ、ゲストを呼ぶ会とかあるから、はいはい、真っ先にちゃんと山里亮太って出ましたよ。まあそりゃそうだろうね。いやでも当たり前のことをなんかそんな堂々とやるそりゃそうじゃない。まあ本当リスナーの方々はまだ認識してない方多いと思うけども、うん、まあちゃんと言わなきゃダメだよ。今日自己紹介って俺を呼ぶときに、私の育ての親である今の私のね、その基本を作ってくれた方をお呼びしました、ちょっと緊張します、この方ですってやんなきゃいけないところ。いやいやいや、そんなんもうだって違うじゃん。もうそれいろんなとこで言ってんの聞いちゃってるもん。いろんなとこで言ってんのにそれを否定してんのも聞いちゃってんのなんでそんなことすんの。違うよ、照れてんの。なんでさ、違う、照れてんのそっちじゃない。照れてますよ、こっち全然一つもだってさ緊張してんじゃないの。だから俺が、うん、この有楽町に、はい、多少あるよそりゃ何年数年ぶりにねこの有楽町日本放送来てさ、やっぱ入り口にでっかく書いてあるオールナイトニッポンの文字と、うん、俺写真撮っちゃったよ。かわいいそこにいんだもんね、そのパーソナリティだもんね、あのちゃん。そう、うん、私でもツイッターでなんかツイッターにまで恩師だろうがって書いたし、うん、そうそうそう、だからあのちゃんがねもし忘れてたらもうかわいそうだなと思って。忘れてるとか恩師っていうか、もちろん大先輩だし、そう、ね、命の恩人だと思ってるんですけど。あ、命の恩人とかで思ってくれてんだ。そう、それをなんでそれをわざわざ言うところがなんかダサい、うん、はっきりその3文字言うんだよ、ね、いやダサいじゃないじゃん。いやだとしたらあのちゃんがもっとね前面に出していかないと。いやいやいや、ね、それは分かるじゃん、言ってるもんだって。どこでよ、聞いてないよ、届かないよ俺に、あのちゃん。いや本当に裏で独り言で言ってる。独り言ってのはね、もうそんな走ってないと一緒だからえっていうか、なんで伝わってないんだろうって感じ。僕はこんだけ、うん、嫌いな食べ物の中山里亮太って書いてるのに、ね、うん、なんで伝わってないの。伝わってるよそれだから恩師だってこと。嫌いな食べ物のとこに名前書かれて、あー俺って尊敬されてんだなって誰なの、ね、えー、なんで伝わ見た、あの時のくだりのピン子さんの無表情見たびっくりしたよあれ、うん、いや伝わるといいなと思って、あの不器用すぎないそれは。え、僕のその気持ちじゃ、愛情表現じゃん。そんなトリッキーな愛情表現伝わってくるわけない。先週の放送聞いた。聞いたよ全部。すごかったし、僕ずっと山ちゃんの話してたよ。もう悪口をね。え、違う、悪口一個もしてないよ。あれを悪口一個もしてないって言ったら逆にもう一周回って心配だよえ違う、あんな呼吸するように悪口言っといて。え、なんで事実しか言ってない僕、うん、その、あの新食感とかほぼほぼの話もしたじゃん。してくれてたよ。それは番組に感謝もあるから言ったの、うんうん、
そうね、でもそれあって、でもほらその中の山里の立ち振る舞いがね、基本的に結末が気持ち悪いとかうるさいとかでもさ、ミュートしてやろうとかだったじゃない。事実じゃん、それ事実だった。だからそれさっきからさね、ありがとうってふりして俺に頭突きしてんのよ、それで頭下げながらさ。いやもうでもさ、うん、そのもうなんかもはやみんななんで山里がここにいんの、うん、って感じだと思う。あと山里さんな先週からずっと言ってるけどさなんでいるんだろうって言っても、まあ、まあ確かに俺とはね、あのちゃんの関係性って知らない人の方がもう今や多いだろうね、このラジオやっていく上で。そうそうそう、だからじゃあ今からの僕と亮太くんの関係性を話していきます。喧嘩おかしかったよ、はい。まあ一応初めて会ったのは、そうそう、テレビ東京のほぼほぼという番組です。懐かしいですよ本当。その日の収録がどうした。そんなに言っちゃいけないような内容ないだろそこに。2016年の3月29日、ね、そうなんですよ。初めて会った時の記憶あります？あるよあるな、衝撃だったもん。嘘、うん、僕はないな、それはないよ、ね、ない理由分かってんだよ。寝てっからだよ違うの、怒ったっしょ、寝てたこと俺ちゃんと。そう怒られた。あんな怒ってくれる人いた今まで。いない。ていうか本当に僕現場で怒られたこと全然なくて。どういうスタッフでやってんだよ。マジで山里ぐらい、なんかめっちゃ怒って。山里さんな、山里ぐらいで。もう一回言ったな。いやなんか怖いの、なんか僕本当にテレビ出てなかったから。そうね、だって本当に不思議な存在だったもんね、あの時ね。僕も今日からのなんか レギュラーになりますって言って、うん、まあ、あの前のグループの時ね、そう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 、ユーベルモンの時にで、あのちゃんですって紹介されてさ、挨拶もしない、ね、いやしない。 VTR 俺もう今まで芸能界の歴史上あんなにつまんなそうに V 見にした初めてだったもん。嘘、僕の中では結構頑張ってた。あそう、もうだって正直別にテレビ出たくねえし、なんでここにいんの、なんでこんなクソメガネと、なんでっていうのがあって、うんうん、あのね心の声って全部出しゃいいと思うんだけどそのもうダメよ。俺も先週聞いてびっくりしたの、あのね、なんで私がテレビいるんだろうとかはあのちゃんわかんないよ、うん、だって言ってもあのちゃんはもうアーティストとしてね、この世界で歌で戦っていきたい、うん、自分の好きなことしたいって言って、当時は特にそうだったもんね。当時特にそうだったもんね。そんな中であのね、言っても情報番組っぽいのをやる意味はないの分かったけども、うん、そのクソメガネの横にいなきゃいけないっていう感情はいらないよね。なんでガミガミクソメガネ増えたね。だからそのね、あの注文してないの増やすやめてくれる。いやだって本当にあのまだなんかまだ小さい人の時だった僕が、うん、昔ってことね、つまりね時だったから、うん、あのでテレビのことも分かんないのに、いきなりここ座ってなんか変なビデオみたいな一生懸命作ったんだぞみんな、 なんか芸人が上の家とか行ったり、そうそうそう、うん、なんかそういうの見て、で僕があのちゃんどうだったとか言われて、そう、ね、普通じゃん、いや何もないっすねとか言ったらなんか、うん、なんだそれはみたいな怒られて、うん、優しいじゃない。これ聞いてるリスナーどっちとったら、今ツイッターでつぶやいてくださいよ山里の行動が合ってるのか、ね、それとも山里が厳しすぎるんだったら、それはもう皆さんいけませんよこれは。いやもう当時 その僕からしたら、うわこれ毎週やるのかで、そう、ね、本当に鬱になりそうだった確かに本当に全てやらされてる感あったしね。なんかほら その流れ上ね、ノリでいろいろやんなきゃいけない芸人さんとのコラボとかもあったりとかしたじゃない。そう、ね、その時もほら芸人さんがね綺麗に積み上げてる、うん、こう振りとかももうあのちゃんは自分ルールだから関係ないから、途中で全部壊しちゃうじゃん。そう、わかんなくて。そうね、でもわかんないとこでいろいろ言われて、うん、今ですけどね。あ、だいぶはしょったねそうね、まあでもその頃そうじゃない、なんやかんだね、なんやかんやあったのよ。だからそのね、先週も言ってくれたけども、ね、一緒にやってる番組でタイムボムっていうね、うん、そう、恩師僕も、いやよう言ったタイムボムのニックにあのグーパンする動画が僕のに出回ってんのいっぱい。いや知ってるよ SNS でね、ってんの、うん、だからニックのおかげで僕はあのこのようにね活躍できてます。いやニックはね、流れと関係なく殴られただけのただの被害者そうなの、知ってる、ニックあれ受けて、あいつも結構やるなと思ったけど、あのちゃんが今こうやってすごい大活躍してんじゃん。ニックそのことをネタにして、あいつ今ボクシングジム通ってんだよ。えそれ今 SNS 上げてるよ。
あのちゃんのパンチを避けられなかった過去の自分を反省してて今ジム通って動画上げてるよ。何さすが師匠。師匠って違う、師匠ではないんじゃない。ニック師匠。いやもうよくおかしな話。ニックに何を教わった。あいつはただ単にツッコミを教わったの。俺だろツッコミ教えたのよ。僕はああやってあの漫才タイムボームが漫才してボケてるとこに、うん、あこれグーパンしたらいいんだっていうの。あの誰も教えてないじゃない。ニックもあの時ね、本当皆さん動画見た人気づいたと思うんですけど、うん、芸人さんがね声もなくうっていうリアクションして本当に何もいやびっくりした時だからね、うん、普通だったら行ったとかちょっとあのちゃんとかなるけど、ニックおうってなって日本人だっためっちゃ あの瞬間だけね、うん、だからその動画も回ってるし、うん、あこうツッコミってこうすればいいんだって僕学んだの。ダメだよ。あの後何人も芸人のことを暴行してたの。そうそう、あの南川さんとか。そうそう、あのシステマでね殴っても痛くないっていう人の、あのちゃんだからあの、まあ、天性のこうなんていうのアサシンというかの才能があるのか、さすさ、うん、なんていう人の急所とかにちゃんと拳ぶち込めるもんね。そうそうそう、僕はなんかこれ痛いだろうなと思ってやったら本当に痛かったらしくて、うん、後日動画であの共演 NG みたいな。あ、みのみかが。そう、なんか本当に一番過去で痛かったの誰、うん、って東野さんに聞かれたら、あのちゃんですって言ってた、うん、あのやっぱ人間が一番鍛えられないところってあるんだって、何箇所か体にそこ全部当てたらしいよね。すごかったらしいよ。だってシステマって痛みを感じないらしくて、うん、なんだそんなすごい能力って思ったから痛いとこ狙った、うん、でもそこまでシステマやる人たちはみんなね一定の場所狙ってたじゃない。わかんない、ね、そういうのもわかんなかったの。わかんないからって関節の継ぎ目いくとかね、あのこめかみとか水月って言ったら人が死ぬかもしれないってことが打ち込んでたからね。確かにちょっと危うく危めそうでした、うん、じゃあ曲いきましょう。ないよそんなトークないでしょ。危うく危めそうでした。新章感で印象的な声あった、うん、だってだってってもう自分の言葉にしなさいよ。作家さんが横で言ってくれるけど新章感で印象的な声ありました。いっぱいあったよ。何もうこの前もさ、ね、思い出してみて言ってみたんだけど、あのちゃんさ新食感ってね、あのスポンサーさんのほら営業番組っていうやつだったんだよ、うん、あれ。そうなん、そうなんだよ。だからあれは情報番組でね、そういったらもうお金をいただいてね、あのスポンサーさんがこの商品を今日テーマにした番組やってくださいとかって言って、知らなかった。なんか売れてない芸人をピックアップする番組だと、うん、まあ、強くは否定できないよ、ね、そこにスーパーニューニューとかいたしね、さつきとか、そうそう、放課後ハートビートとかね、 R 藤本とか、そうなの、うん、いたけどさ、うん、そうじゃなくて、それでさ、あのちゃん覚えてるかい、なんかねパスタかなんかのスポンサーの人が来ててさ、うん、ね、あのちゃん食レポしなきゃいけない時とかあったじゃない。あ、いっぱいあった。あったでしょ。あのちゃんちゃんとコメントできた記憶なんか一つもないだろう。うん、ない。ひどかったからね、うん、あのちゃんスポンサーさんがカメラのね向こうで見ててさ、スーツ着た大人たち見てたらでしょ、うん、あの時見てた。あのちゃん食べてさ、ね、あのちゃんどんな味するって言ったらゲボみたいとか言うじゃない。ね、なんでバラすの。そうやってそれ言ってくよ。なんで僕さこう最近知ってくれた人もいっぱいいるのに、なんでバラすの、うん、そういう人に騙されるなっていうことを言いに来た俺は。だから本当にね、あのちゃん、ね、言ったかな。言った。俺と唐橋さんは面食らって、まあでもね、あの、まあ、結果ね、何度でも味わいたいってことかなみたいな、めちゃくちゃなフォローしたもん、ね、いやだから僕そんなこと知ったかな。ニックはそんなことしないじゃん多分。タイムボブのニック。しないよ、ね、タイムボブのニックの話してんのって今あのちゃんの女の子だけだよ名前出して、まあ、すごいやつなんだけどね。バッハの末裔なんだけどね。えでも僕やっぱり食レポも未だに全然やれない。やらなくていいよ。食べれるものあんまなくて。そうだよね、グミばっか食ってんだから。あの当時本当になんでキムチ食べれないのに食べなきゃダメなのって思って。まあね、そうお仕事でね、だからそれでも。だからあのまずいって言っただけ、うん、でもほら分かるじゃない、大人の空気感でさ。それいやいやだやだ。だから その、ね、そこらへん素直になられてもね、いやいいのよあの情報、あれは情報番組だったから。情報、正しい情報をお届けしてるでしょ僕は。でもじゃあそのまずいなんて言ってる姿を求めてるわけないでしょって俺教えてあげたでしょその時。でもそれはスーツ着たおじさんたちが求めてないだけってさ、うん、視聴者は違うでしょ。視聴者はもう俺たちのあの番組に何も求めてない
そっか。そう。それは分かってたろ、私が、私もやりながら。なるほどね。うん、誰が見てんのかなとかね、いつもブランチと戦うって言ったけどさ。そっか、第一はその大人に。そうだよ。いやでも僕やっぱそれはなんか最近も変わってない。あ、それでいいのよ。それはまあしょうがないもん、変わんないんだから。じゃ嫌なんだよ。だっていやでもさ、すごい番組とか行くじゃんか。この前もそれをさっき言ったゴッチみたいなのが行ったりするじゃん、うん、ちゃんとご飯食べてさ、なんか美味しいみたいなこと言ってたじゃない。でもあれもあの食べられるのだけ選ばせてもらった。エビの料理とか、うん、他のメイン増えてきたんだね、お菓子以外食べれるの。そう、エビはまあでも昔から好きで、うん、エビだけだ。なんかピン子さんに選ばせた。あのなんちゅうことやんの、その食べる、もう迷っちゃって、意味わかんない名前の料理ばっかだから。まあね、高級なとこだからさ。だからもうピン子さんが選ばした、僕が。あれでもピン子さんとその距離感で仲良くなれて、やっぱそう、怖いもの知らずすぎるけどね。まあでもなんかそれこそああいうなんか大人の空気みたいな、うん、みんなビビり散らかしてるのが意味がわかんない。だって同じ人間じゃんとか。うわ、スケールでかずる。そういうスケールでっかいのずるいわ。いやでもそうだから僕は普通にやってた。確かに誰にも物おじしないし、今まで緊張した人とかないでしょ。ない、マジでない。それはもうだから別にもう目の前に、まあ、大御所と呼ばれる人がいても一緒じゃんと。本当に一緒。芸人さんとかその過剰にびっくりしてるよね。ビクビク。まあまあそれだって、だって大御所と呼ばれる方だしさ、どっかね、もし失礼なことがあったらいけないしとかって考えるもんよ、人間って。え、でも全然ピン子さんとかもだけど、あ、もうこれで別にダメ、嫌われたらそれでいいやみたいな。あ、そう。なんかその時にすっごい怒られたりとかしても怖いとかなんないの。別にいいやって、もう関わんなきゃいいし。そう、いやだ、それがすごいだ。あのちゃんそれでも多分帰る場所しっかり自信持った場所があるからでしょ。どこどこ、歌とかさ。あ、そっか、そうじゃん。そうか。だってあのちゃん結局最終的にさ、誰彼構わずて、まあ、敵とか増やしてもさ、別にまあやりたいこととして一個でっかい歌があるからいいやって言って全部割り切れるでしょ。そう、汚いなそれ。こっちはそういうのがないんだよ。まあね、みんなここが主戦場です。そうです、上ね、主戦場ね、主戦地だから、うんうん、で、そうよ。それは6年ぐらい、5、6年。そうそう、ほぼほぼから始まって新食感ってやってて、ね、でも本当によ、僕泣いたの覚えてますか。あの新食感終わって、うん、終わりまして花束もらった時。そうそうそう、そうじゃん。なんだかんだね、そのなんかこう、そんななんか自分行きたくもなかった ね、なんでも天王洲なんてね、行きたくなかったってずっと言ってたけどさ、うん、橋なんか渡るもんじゃないとかよくね、うん、全否定したけど、結局最後それ言ってちゃんとよかったんじゃん。本当にやっと山里に会わなくていいんだって開放感のやったな、あれ。もう本当に開放感、僕何回も降りようと思った、あの番組を。いやいや、来てたじゃんちゃんと。でも本当に本当に苦痛で、もう後半本当に出たくないってずっと言ってた。あれじゃよくない。いや番組はめっちゃ好きだし感謝もしてんだけど、ちょっと待ってくれ。じゃあピンポイントじゃんか、涙の理由ピンポイントじゃんか。なんか本当山里怖いってなった。あ、よく言ったね、あなちゃん。もう今日はね、どんな形でお礼を言われるんだろう。いや俺青山はね、それ聞いて泣いちゃったらどうしようぐらい心配してるのは情報だじゃん。怖くもなるって、だからめちゃくちゃやってんだから。っていうか、なんかみんな勘違いしてる。何が？なんかテレビとかカメラ映って、なんか言ってもパフォーマンスで怖いふりしてるんでしょ、うん、みたいなとこ。今こうやってね、怒る指定キャラみたいな。そんなことないの。何が？カメラが止まっても怖いの、うん、あのちゃん。カメラ回ってる方が怖かったからね。回ってない方が。本当に怖かった、カメラ止まってる時。当たり前じゃない。いやだって、でもこの間もなんかの音楽番組かなんかで、うん、全く遠いのに。あれでしょ、日テレの生放送すごいですね。すんごい睨んできて、もうさ、そうそう、いろんな人いるわけじゃん。そうだ、言ったらだってあれ、キンプリのね、永瀬くんが MC やっててね。そう、すごい番組で、そうそうたるメンツが歌っててね。なんだよ、そこで公開処刑で説教し始めたの、うん、僕に。いや公開処刑で説教じゃないじゃない、あれは。え、説教だよマジで、ね、ずっと睨んでて、え、なんだろうと思って。そりゃそうだから、ウイスみたいな言ったら、そうそう、ウイスじゃないだろっつってね、お師匠様の前を通るにウイスはないだろっていうことを CM 中にね言って、で CM 上げた瞬間に笑顔で仲いいふりしたけどね、私。そう、いやなんか本当にちゃんだってガチで説教してくんの、うん、そりゃするよ、あのちゃんあれは違うよみたいなことを言われたり。でもあのちゃんのやっぱね、そのすごいところは、あれが違うよって言って、こう普通だったらね、直したりする中で、あれが違うよって言ったらそのままあれをやり続けるの、ね、その
なんだそのパンクロックな感じ。いやもうそこはもう自分があるんで変えないよね全然。だから本当にもうずっとあのテレビに迎合するってことせずにずっといて、うん、でついにテレビがあのちゃんに合わせるようになったところで自分守り通したねよく。もうそこはもうブレッツにやるっていうね。なんでそんなこと、まあそうかさっき言ったことなんのか、うん、別にみんな同じ人間だし。でも本当にやっぱり僕にだけ特に強かったと思う。その新食感だから他のさアイドルとか言っても、うん、言わないの僕にだけすごい。なんか他にもちょっとさ突拍子もないキャラみたいな人がいたけど、いっぱいいたよ変な子たちが。僕にだけだ、うん、好きなのか中学生じゃないんだけどさ。いやだから四十のおじさんがね好きだから厳しくしたって。だからまだご結婚されてない時とかもやってたから、ね、ずっとそうですよ。好きだから意地悪しちゃったってこと。俺男子だと思ってるの。これでもねちょっとでもあながちねそれはちょっとね当たらずともから。いや好きとかキモいキモいキモい違うよ。いやそのくくれるよみんな今から皆さんハッシュタグ気持ち悪いでハッシュタグおじさんの勇気気持ち悪いで違うのよやっぱ、ね、あのいろいろなアイドルの方が来る中で、うん、そのやっぱりこう芸人としてやってる時にあこの人はすごいないいなっていうのがあるわけですよ、うん、なんかこうちょっとこうあれこれ絶対面白くなるしここでこの子に振ったら落ちるなみたいな確実にこうしてくれるって人を見つけると芸人はみんな、まあ、こうなんていうの、うん、ちょっとこうまあそういう意味での番組として好きになるというか、うん、でかつ、まあ、こんな子だしねこれを言うとちょっとねあのちゃんの子の営業妨害になるかもしれないけどちゃんとしてるとこもちゃんとしてたからね実は。どこあのいやもっと掘るってやめた。なんでもうそんなねもうちゃんとしてるってどこちゃんとしてだいや実は、まあ、言ってもねバラエティってのはねもうフロアのディレクターさんがねパッとこう指示を出すわけですよカンペでね、うん、これ言ってあれ言ってって。であのカンペっていうのをカンペを感じさせずにちゃんと自分の言葉にちょっと変えて言える人ってすごくこう能力が必要だ。それはあのこんなめちゃくちゃな人間なのにあの要所要所であのちゃんが絶対に落とさなきゃいけない時はあのちゃん自分の言葉でカンペなしでやったけど進行する上で芸人に一回あのちゃんがこのワードでちょっと言ってっていう感じの、うん、この方向性でこの芸人さんに突っかかってっていう時で、うんまあ、言ったら竹山さんがキレてって言われるみたいな感じで あのちゃんのキャラクターに合わせたやつで指示出た時に、うん、まんまカンペ読むんじゃなくてその意図を出されてから数秒で把握してあのちゃんの言葉でちょっと面白コーティングしてやってる姿を何回か見た時にこの子はタッグ組んでたらゆくゆくは自分のいやなんか役に立つなって。なあ最悪。いやいい話で僕すごい今気持ちよかったのに最悪じゃん。戦力としていいなと思って。なんで結局自分だね。あのちゃん本当にご存知の通りそうだよ。いやもう本当にだからちゃんと嫌いなのね僕。えあの俺君のこと最強の武器だと思った。やだ本当やだ。いやそれに関しては中多様性サンキューな。そう中多様性の MV も出てくるって。そうよあれのお話聞いてもうねその周りをねその中多様性がどういう形で出るかねそしてどういう人たちが作ってるかはたまたどういう風にリリースされるかそれを見た時に震え上がったね。あの頃撒いた種がこんな大輪の花を咲かせる。いやだからちょっと正直、まあ、山里亮太、まあ、でかいじゃんか体じゃなくてなんていうの人が人ネームバリューがあそっち、ね、でかいからそのこっちチームはいや山里さんは絶対無理だよみたいに忙しいし有名だしみたいなレコード会社の人たちはみんな言ってたけど僕がいやあの人は絶対に出ますって言って絶対なぜならこれは山里に得があるから。違うじゃん今のさ直前までそれこそいい話かと思ったよ。なんていうのやっぱなんだかんだで俺たちのね心が通じてる話するかと思ったら損得感情でってこと。損得感情が大いにある方なんでこの、はい、まあチェンソーマンっていうのもあるし、うん、これは絶対乗っかってくるから絶対出ます、うん、大丈夫ですって言ったら、うん、まんまと、うん、まんまと引っかかってあのねあんな美味しそうなやつそれ私ブルーギル状態よもう、うん、あのちゃんが竿の影見せただけでももう食べようと思ってた。
だからちゃんとね本当に 1,2 時間とか時間ない中ひょこっと出してくれて、うん、行ってねそれでなんかこうあのじゃあこれ被ってくれですね顔は出せないんですって言われてどういうことだっつって顔は出ないけどそうでもなんかあのさちょっとやっぱ感動したよさすがにミュージックビデオのさ撮影とあんだけいろんな大人がいてさダンサーさんもすごい方だったじゃん、うん、あのそうねミュージックビデオの人たち、うん、あの人たちがさあのちゃんの曲に合わせてずっとみんなでやってさ、うん、カット割りとかもしっかりやって、うん、その真ん中でやっぱこんな座長じゃんああいう時って言ったらまあそう座長としての立ち振る舞いしたじゃんなんかしてたよ。うそ。ちょっとこうこっちに一応ゲストで来た俺にさ若干の気を使いながら俺が緊張してちょっとガチガチの演技したらヘラヘラしてねそうめっちゃ緊張してたそりゃするだろ手震えてたもん芝居だあれいやめっちゃ緊張してんのが分かったから、うん、ちょっとなるべく喋ったあれ気使ってくれてたの超気使ってあげたあそうなのいやこいつやっぱこういうあのおい貴様こいつったやっぱ慣れてないんだな MV とかはやっぱだってそういう世界にいないもん別にだからまあちょっと僕なりに気遣ってよそうねしかもなんかほら結構大事な役だったじゃない俺なんかチューすると見せかけてこの汚い顔にゲロ吐くっていうシーンだったからその説明は俺受けたら先週聞いてびっくりしたんだあれ汚い顔にゲロ吐くって設定だったのそうだよだからゲロを吐くほど汚い顔誰だろうなってまずあったのそしたら僕が山里ですね、うん、真っ先に出てきたってこと、はい、これはこの作品にねあの女ある山里さんを呼ぼうじゃなくて一番ゲロが吐きやすい顔として呼んだのまずそうじゃあまあ両親サンキューなんだよね両親サンキューゲロ吐きやすいだねおい俺結婚もして子供もいんだぞあおめでとう、うん、ありがとうありがとうじゃないよいやぴったりな適材適所の役でしたまあ確かにそれでまあ何と言われても、うん、あのミュージックビデオ出たというこの肩書きでかいねでも次のさスマイルあげないもの出れたよねああ、うん、してるスマイルあげないぜってやつ見た MV 見たよ可愛かったでしょあれはなんかもうさもうガンっていく空気すごいじゃんかああいうのも出たかったよねえなんでなんでってであれは本当にあのちゃんとあのちゃんの2人の世界観が、うん、あの成立して出来上がる MV だからでもそこにあのちゃんの尊敬する山ちゃんがいた部外者はいらない部外者っつったらということで今週も始めていくぜまだ始まってなかったんだせーのおあなのオールナイトニッポンゼロせーのっていうの知ってるかいこんばんはあのです山里亮太は帰りましたいます帰った、はい、そういうラジオ使っての圧力やめてくれるそのなんかもういいもう結構喋ったねでもまだまだ皆さん今までのまだ前菜ですよ前菜こっからメインディッシュがありますからということでの今夜はあの NNN0 初めての録音放送ですそうなんだよねあのちゃん初レックを記念して、はい、ゲストに山里に来てもらいました山里さんねさっきからねはい、うん朝の帯がある人に深夜3時のオファーをするのは変ということなんです変っていうかね、まあうん、現在 GDR 夜9時じゃない7時ですそうね普段はこの時間寝てますかいやまあ起きてるよさすがにあさすがに10時じゃねえんだからさあそうなのそりゃそうよ起きてますよレイで何時入りですかまあだいたいあの6時半ぐらいで入ってるあなるほどまあでも5時半起きぐらいだからね全然でもパジャマできてるから寝るのかなどれ好きなことがあるってないよ誰の情報本当に怖 いやあのちゃんのラジオだとパジャマ着てやるもんだって聞いてからわざわざパジャマ出してきたんだよそんなことは僕今日したジーパンだからそういうのやめてくんないか一人だけパジャマだよ恥ずかしいよ俺でもこういうねラジオの時とかにねあの例えばある藤本が来てくれる時に、うん、ちゃんとベジータの格好で来てくれるの嬉しかったりしたのよそういうことかそうなの あるんだよ、うん、じゃあ今日は違ったということで違ったんかいまあでその最近だとしたら止めてくれなかったスタッフさんが誰も着替えてきますみんな多分ちょっと心の中あのちゃん今日ジーパンだったけど、うん、かわいそうって思ったと思うそうねクスクスクスって言ってたよみんなあ言ってたんだ、うん、あ終わってんなお手伝いだったそうしてえ終わってるやつとばっかりやってんなそうなのあそうなのか、はい、ということでね、うん、最近の山里さんはドラマですか
あまあね、今ねあの話題といえばテーマになってるねドラマありますから。だが情熱はある、うん、はい、あれもね、あのちゃんもなんか見てくれてるのか、見てる見てる、あの、うん、ストーンズの森本慎太郎くんが山下亮太演じてるって。そうなんですよ、本当にかわいそうなことが起きてます。かわいそうだよね、本人はね、すごくこの役に出会ったおかげで自分の新しい引き出し増えたってすごいポジティブに言ってくれてる子なんだから、うん、確かに本当にそのすごいすごいね。多分だからこれあの今放送だから火曜日しようこれ、うん、だからもう最終回が終わって一発目ぐらいよ。そう、さあの収録今日今は最終回直前。そうそう直前、金曜だから、ね、放送されてるのは最終回直後、うん、一番いいじゃない。あらそう、うん、お役に立てるかしらタイミング的に。どうその最終回の日はリアタイできますか。でリアタイするよそりゃ、だってもう第一回からずっとリアタイしてね。できればしないでほしい。なんでよ、本当にうるさい。え、うるさい。何がよ、はっきり言ってるけど何がよ。ツイッターがうるせえ。聞いてんだよ先週。え、ミュートしてやろうかな。だ、いやミュート しかけてて、うん、もう最終回直前だから、まあ、そこまで、うん、まあ最後はさちょっときなんか黙ってくれるかなと思ってるんで。あ、最後はね気合入ってるよ、相当つぶやくからね俺。いや、 やめて、前回何55回つぶやいてたらしいよお前。俺、お前だって待って60分でしょ大体。そうね、1時間だから、まあ CM 中はね、まあ、もう伝えるんだから1分に1個でしょ。そうね、やばい。何がよ、だってそれぐらいだから伝えたら、その時ね実はこんなことがあったんだよって裏話とかね、言うたら副音声みたいなもんじゃない。ちゃんと見てるドラマ。見てるよずっと。うるさいんだけど。うるさいことないじゃない。ありがとうっていう人はまあ確かに少ないけどほらそれが物語ってる。何が何が何が、ちょっとうるさい。なんかさあ若ちゃんのシーン多くないとかさ、深いシーン多くないとか、なんかなんであれ。いやいやいや、確かに山里のシーンはそんなに入ってこあの来てないけど。待って、いや俺今そんな話求めてないのよ山里のシーンが入ってこないってのはそれ大問題よ。いやいや、まあ、やっぱ少ない、ちょっとちょっと身も心も有楽町に染まったな、あのちゃんも。いや、ちょっと少ないのは分かるけど、なんかそれをネチネチ言わないでってこと、うん、あれをネチネチ言わないで、じゃあ何をネチネチ言ったらいいんだよ。ネチネチ言わなくていいんだよ、ガムじゃねえんだからよ。いいじゃない、ガム好きでしょ、だって昔から好きな、ガムとグミ好きって大好きでしょ。だけど、うるさいの本当。本当に何が、だってあれはしょうがないじゃん、心から出る言葉はつぶえてるだけなんだから思うんだもん。なんかその時に悪口言ったやつの名前ノートに書いてます。同じタイプの人間だろあのちゃんだって。いやいや、僕はそれするけどツイッターにわざわざ言わない。一番立ち悪いよ、誰にも言わずにそういうことやってるやつの方が。いやでもさ、その若林さんそんなことしてないでしょ。してないよ若ちゃんは。いやそこが差が出ちゃってない。差とか別ないです、同じタイマン立ててもう怠慢でやってんの、同じような性格が出てる。あれ禁止、あのツイート。ダメだ禁止、待ってる人もいるかもしれない。うるさい、誰も待ってないから。しょうがないんだけど、もう今日はねだからもうあの最終回の放送後だから、うん、みんなもうどういう結果がね、もうつぶやいてたっていう結果を知ることになるんです。いやもう僕あのミュートします、本当に今日ミュートしに来てんの。ミュートしに来た、目の前でミュートしてやろうと思って、うん、で俺目の前でそのミュート解除してやろうと思って。僕あの山下さん今携帯持ち出したじゃないの、アカウントここです。あるね、あ俺のアカウントね、うん、はい、上のね点々点の押して、はい、ミュートしたな本当に風解除すからダメ。なんでよ、ミュートしました、入れなくなっちゃうよ俺のつぶやきが、うん、たがで、これも前回やろうと思ってた。目の前でミュートしたから OK ってルールないからな。んおい、どこに報告すんだよ俺のツイッターをスパム、スパム報告すんじゃないよ俺のツイッターを。どなたに関する報告ですか。すべてのユーザーに影響を与えてます。いい方の影響ちゃんと、ま、細かく書いて補足にいい影響もあるかもしれないからな。すべてのツイッターユーザーにこれ凍結されたらどうすんだ俺が。与えてるので報告します。凍結されたらどうすんだこれで。みんなのため。みんなのためじゃないよ、ね、なんでスパムほらあった、暴力悪意のある投稿。どこが悪意のある投稿なんスパムね、まあ、確かにね、あのドラマスタッフさんに対して悪意があると言われるけどね。見せて、山414さんはどのようにその行為を行っていますか。めちゃくちゃ向こうも掘り下げてきてるじゃん。ね、じゃあこれさ、自分で自覚あると思うから選択していいよ。俺が、うん、自分のねこのなんていうの俺が行ってる行為よ。こんな迷惑行為に当てはまるの俺があるわけないじゃない。上から見てね、誤解を招くリンクや見せかけのリンク投稿してる。まあそのそんなしてないよ。ハッシュタグの乱用。あ、それじゃない、これだね。あったじゃんちゃんと。いやこれかな、ちゃんと当てはまってるよ、うん、これだね。ほら押してよ。あ待って、いやあのちゃん何次も読んでいい、うん、
過剰なツイートってあるわめちゃくちゃ迷惑かけてるよそれで。あ、1個しか選べない。あ、だからどっちか、ハッシュタグの内容かな。うん、うん、次へ次へじゃねえんだあ、報告できた、うん、プラットフォームの操作とスパムを理由に報告しようとしてますって。いいよ、これ続ける。うん、続ける。うん、で報告内容を確認してください。そう、送信じゃ、送信じゃねえよ。送信をして、凍結されたらどうすんのこれで。いや、凍結されないよね。送信、あ、待って、解説報告と、うん、あれ報告ないよ。報告俺が1個前に押した。他のツイート、じゃあ送信、送信したの今。ご協力いただきありがとうございます。感謝してんじゃねえよ鳥おい鳥鳥、前鳥って言うな。ツイート鳥、安易に感謝しやがってこれでも協力できた。これだから、これ皆さん、だからこの今のね、うん、聞いてるリスナーの皆さんは、だからその最終回の時の俺のツイッターがつぶやかれなかったら凍結されてる人多いですよそうだよ、あの対ね、あの取りたい山里ね。これでみんなを守ることできた僕。何、どっちが正義かって話ですよ。ま、守ってんのかそれで。これ守ってる、やっぱちょっと目障りだから。本当にこれはだからね、本当に鳥がね、どっちを選ぶかですよ。ピーチクピーチクと。そうね、え、だってドラマに集中したいから、こっちはやっぱ本当にいいドラマだから。お得じゃない、ドラマで。あのね、モデルとなってるね、あの山里さんがその時の心情を言ってくれるなんて。だってほとんど文句じゃん。ほとんど文句でしょう、ああいう副音声でも。だからいらない、邪魔。文句じゃない、魂の叫びなのあれは。いや、本当になんかね、やっぱちらつく、なんか俺がやっぱや、なんか森本慎太郎くんを見てるんじゃない、うん、そのそれはちらつくのはね、うん、慎太郎くんのもうとてつもない演技力がもはや俺に見せてるだけ、もしくは俺のことすぐ考えちゃうと。え、好きなの？違うから違う、もう、もうそしたら森本慎太郎くんの演技が本当にすごいんだよあの人は。だってさ、山下ってモノマネとかしづらいじゃん、こなんか声質めっちゃ独特。まあね、このガサガサなね。だから本当にすごいと思う、演技力。まあ確かにすごいんだってよ。なんかあの動きとか漫才とかの動きとかってダンスと振り付けみたいにして覚えるんだって。手の角度とか指の開き方何センチ何度ぐらいを、だから本当に登場する時のやつが全く一緒の。すごい。手の位置がすごくない？だから本当にさ、山里じゃなかったらよかったよね、本当に演じる役が。あれだけのすごい才能を使うんだったら山里じゃない方が。そう、もっとよかったよね、うん、あと山里さんなさっきからいやだから、まあ、確かにあの才能を俺っていうものにね、うん、振り切ってくれたら俺も感謝しかないよ。そう、だからどんどんもう山里にしか見えなくなった。いや、それはね、俺もそう思って自分で見ながら俺もちょっと分かんなくなる。本当にいい迷惑だと思う。いい迷惑？お互いコラボしてね高め合ってってことじゃない、うん、まあすごいけど。そうよ、ストーンズのになって俺こうミュージックビデオとか見ててもちょっとなんか逆にドキドキするもんね。なんかさて、さてじゃないよ、今夜は録音放送ですが、うん、ツイッターハッシュタグ、うん、NNN0 で大はしゃぎしてください。してくれてんのかな。さて、この番組はライブ配信アプリのハクナでも東京千代田区有楽町日本放送第6スタジオのライブ映像とともに同時配信でお届けしています。ハクナのアプリをダウンロードしてオールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイト日本ゼロ、ぜひハクナでも楽しみください。ハクナでも出て放送されてるので、はい。あ、これね、今目の前にあるカメラね、映ってないです。山里はカットです。映ってないの？うん、もうますますパジャマが滑稽なんですよ映ってるか、映ってますか？映ってんのね。はい、うん、ちょい引きにしても、ちょい引きなんだ、やっぱ、まあまあ、アップきついんで。あ、そうなの？はい、その意図はね、それあのちゃんの意図だったらいいけど、もしろ制作者側だったら。ここで1曲あ、俺のやつね俺のやつじゃないだ、俺のやつ、俺のやつ、僕のやつね、まあまあ、僕とあのちゃんのやつね。
日本放送をキーステーションで全国ネットで放送中、アナのオールナイトニッポンゼロ。あの兄しずちゃんがセクシーすぎることをとても謝る山里あのちゃん。いやー、セクシーすぎてごめんなさいね。ほんとほんとごめんなさいね。いやー、謝って許される問題とかではないと思うんですけども、ほんとごめんなさいね。右のお客さんからごめんなさいごめんなさい一つ飛ばしてごめんなさいね。アナのオールナイトニッポンゼロ。もう
あのです、うん、今夜はゲストは山本さんです、ね、どうしても言いたくない気持ちが出ちゃってさ、最後すごいふわふわってなっちゃってたから山里ね、はい、うん、なんか僕のことすごいさっき褒めてくれてたんだ。あのそういう捏造は良くないよ、褒めてないですから。え、なんでくごい僕がいいこと、僕のいいところすごい言われて、言ってよって思ってこっちで。そんなずるい言い方ある？いつかこのね、今日中にそれ言わせてやるみたいですけど、どんなパス来るかなと思ったら直球でさっき言えてる。でもそれがいいことかどうか分かんないけどね。あ、そう？そうよ。だからあのちゃんはずっともう昔から一貫してあのこう全然自分変えてこなかったって話よ。だからそうだよ、なんで変えないのかな。で俺たちはこういろいろこう時代に合わせて変えてったとかしなきゃいけないから、この世界生きていくためには。でもそれなんでそれで変えてきたの？だって売れたいもんっていうのがあるわけよ、そりゃ。この世界で。え、じゃあ山里亮太が山里亮太じゃなかった時あるの？うん、どうなんだろうね。でもでもあのドラマ見てる限りずっと変わんなくない？うん、ずっと性格悪いじゃん。うん、言い方なかった、もっと。え、ずっとさネチネチした性格じゃん、うんうん、そうね。だから一貫してブレないよね。ブレてないのかな、そこは。うん、今褒められてる最中なのかな。褒めてる、だからブレないなと思って。あ、そうかい。そう、うん、まあでもそれはブレないって、まあ、思ってくれたらまあさ、それはそれで全然いいんだけど、まあ、あのちゃんもブレないけど、ブレないの、うん、さ方向性がさ、あの別にな、もう元々ずっと売れたいっていう発想がないじゃない、売れるためで。それで売れたいがないから、その自分を変えるっていうこともしないで、自分の好きなことずっと道続いてたら、その道にこうみんながその道を欲して結局変えずに売れてるってのはすげえなとは思ったけど。だ、そうそう、だから山里さんとやってる時とマジで何も変わんない。変わんないもんね、本当に。そう、テンションを別に上げるわけでもなくね。どんな気持ち？何がよ。僕があのチンチンとかの絵描いてる。やめなさいよそれは。そのね、俺もだからこうね、Q シートっていうね、言ったら今日だんだん描いたやつにそんなに描いたってね、これどう思いますって言われても出すんじゃないよ。そんな今カメラに映ってんだろこれは。ティモポ、やめなさい。全然オブラード薄いんだよそれは。ティモポの絵、そんなの描くんじゃない。その自分が育て上げたと思った人が、うん、どうこのティモポの絵、うん、どこで何があったのかなって心配な。出すんじゃないよ、描いたよそうやって。だから、うん、縁も竹縄で、うん、どんな縁なんだこれ。どの宴がそんな単語を呼び出すんだよ。やば、うん、リスナーから事前に山里亮太とあのちゃんに喋ってほしいトークテーマをいただいてます。うん、あ、本当ありがたい、すみません。質問かな。え、なに、あ、なので何か見バサバサ。今夜はリスナーから事前に山里亮太さんへの質問をいただいてます。すみません、なんかそうそう。すいません、本当に。こんなやつ呼んじゃってて、こんなやつに質問なんて、ね、考えさせて時間、すいません大事な時間を、うん、俺が言うのはいいけど、あのちゃん乗ってこないで。ラジオネームクルーガーさん、 ありがとうございます。山里さんが、うん、だが情熱はあるを見ながらツイートしているときは正気ですか？これは本当クルーガーさんがいらっしゃる。はい、いるよ。ええ、これあのちゃんじゃなくてね。違うよ、みら、そ、世間の声言ったら。これ世論ってこと？世論でしょ、リスナーだもん。あ、ずっと背けてきた世論か。そうだよ。うん、ま、正気ですね、だから。正気？めちゃくちゃクレバーよ、もうクール、もう本当にもう思うまま。本当？そうよ、正気。自分のラジオのリスナーさんとかもこうやって言ってくる？うん、自分のラジオのリスナーさんもちょっとうるさいかなって空気で言ってるから、あんだけのホームの人がそうやって言うってことは、ってことは世の中そうなの、クルーガーさん寄りなのかな。そうなんだよ。正気ですとお伝えください。クルーガーさん正気です。一番ダメだよ、私正気でやってたら。なんでよ。悪失ってやることじゃないじゃん。悪失ってるよね。冷静でよ、あれはすっごい。バジョンネームひらがなでこしいたいさん。ひらがなでこしいたい、ありがとうございます。山田とたん、こんばんは。かわいい呼び方。いや、間違い。あ、じゃあ、あ、あのちゃんが噛んだだけで、はい、普通に山里さんこんばんって書いてあるね。山里さんこんばんは、うん、はい、こんばんは。山里さんは長年ラジオ番組を続けていますが、うん、ANN0 1年目のあのちゃんにラジオを長年続けるアドバイスなどありますか？いや、そんなもうね、な、ある。いや、僕結構もう無理なんだと思うんだけど。何が？え、1年も続けれるか分かんないなって感じぐらい弱いんですけど。でも本当にもうラジオさ、え、あのちゃん、なんか俺びっくりしたんだけど、こんな喋れる子だったっけって。いや、マイクを握らないのグって急に。
怖い、あの持って殴る人間の握り方したから急に違う、そう僕も、うん、そう僕はマイコさんオールナイトニッポンだけなの、こんな頑張って喋ってんの。あそっか、まあ、他の番組だとね言ったらこう振られた時に、まあ、ちょっと返すとかぐらいだけどね。あれはまあ 楽っていうか一番フィットあラジオはもうバイク乗ってる気分。そっか、もうブンブン飛ばしてる自分で。そうそうそう、いやでもいやそれが俺実はラジオ好きだったんじゃないかなとか、あ実はあのちゃんってこんな人だったんだっていう、なんかそれをすごいラジオ聞いてて思ったのよ。そうでやっぱそのラジオのパーソナリティの人で長く続いていらっしゃる方って、うん、あここに会いに来れば一番好きなこの人に会えるっていう場所がラジオっていうのがすごい長く続く人たちだと思うの。俺あのちゃんが第1回からそれを自然とやってるのが、あラジオ好きだったんだ、あこの子こんなこと言ってくれんだとか、このことこの世の中に起きたことに対してあこの目線でこのこと言うのって面白いなとかっていうのを持ってたから、あこれはあののオールナイトニッポンゼロ、まあもしくはひょっとしたら上がってるかもしれないけども長い政権だろうなって思いながら聞いてたよ。うそ、その1回目から聞いてくれてたんですか。まあラジコでね、俺ちょっとリアルタイムで聞くわけにいかないから。まあそうか、うん、でも聞いてくれたんだ。そうそう、いつ俺の話出るかなと思って、あんま出ないなと思って、ちょっと前回やっとね初めて今日来るにあたってやっと出てきたけどでもなんかあの、ま、声がラジオ映えする声だったんだなと思ったのちゃんって言われるでしょ。あ意外とその声批判が世の中ですごいんだけど、僕はテレビとかいろんなとこで、うん、ラジオは言われないかもね。いや、うん、すっごいラジオ映えする声だしさ、いいんじゃない。えこれはもう長く続けることは一つよ、あのちゃんが長くやりたいかどうかよ。あ そ, ういうこと、そこに尽きるよ。本当にラジオが好きになっていくかどうかよ。ラジオは好きだよ。じゃあ長いんじゃない。なんかやっぱ世の中に対してとか出来事にちょっとイライラするとから、うん、ここで吐ける。そうだよね。だから本当にあのこの前もさ AI の件だってさ、作ったやつ読んでボコボコしたやつだよ。そんなのボコしてえなつって、ボコしたいとかも普通に言ってるのが一番いいんじゃない、うんうん、本当は山里もボコしたい。ああやってんぞ俺やれるもんならやってるもん。ボコしたい僕は。何がよ、感謝されこそねすれボコす。いやだってもう嫌なん僕本当ね、なんか、うん、こうやってあくまでも恩師ですって言ってるけど、そうね恩師ではあるけど、うん、嫌いは嫌いで、はあ、なんか違う、もう聞いて、まあ、なんか僕、うん、普段山下さんと昔番組やってましたよねとか言われて、ね、僕ちゃんと僕嫌いなんですって言ってんの裏で。えどう、うん、あのちゃんそれね、その活動しっかりね届いてんのこっちに。え嘘、うん、そういう人いるのよ、なんかこうちゃんと説明するときにわざわざその時のねマイナスの感情も添えてお届けする人、そうよくないよあれ、あのちゃん僕がそれやってる、うん、でなんで嫌いなのって言ったらその嫌いな理由もちゃんと言うわけじゃない。この前のね、うん、グルナイもそうだったけど、そう、うん、そうすると、うん、みんなはさそこだけを聞いたらさあなんか山ちゃんまあねみたいな、このグルナイの時にみんなのあの変なフォロー見た、見た、そんなに俺と関係性がないからね、みんないやまあな山ちゃんも真面目やからあの地獄の、そうそれはテレビないとこでも言ってるよって話でした。裏表ないってことね。裏表ないよって僕今褒めて美味しくって言ったのに。あえ今そういう種をまかれてたの私。そうだから喜んでたのに。なるほどね、あのちゃんはここのこう放送中だけじゃなくて裏でもちゃんと山ちゃんのこと嫌いだよ、あそう言ってるよ、ここが苦手だって言ってるよ、うん、っていうことを言ったら俺がいや本当裏表ないよねあのちゃんって。そうそうそうじゃあ曲行こうかってなんねえか痛いやった曲行った痛いやったじゃないの、逃げれたじゃないのよ逃げれた危ない CM でしょこれ。そんなにいやな歌にしなくていいんだよまだ
ノのオールナイトニッポンゼロ。あの兄ボクシンググローブにお刺身をつけたメイウェザーと戦うあのちゃん。な、今のがジャブ？スピード、攻撃、反射神経、すべてが一級品。こちらが早いと思う前にすでに当たっている。そして何より生臭い。アノのオールナイトニッポンゼロ。これが世界。すげえな、これ声優としてもなんかうまいね、これ。え、うまいでしょ、うん、あれ始まってる。始まった。アノです。はい、今夜のゲストはです、山里ね。どうした、え、放送禁止じゃないのよ、名前は。うん、山里亮太です。うん、3年一応ね。はい、今夜はリスナーから事前に山里亮太とあのちゃんに喋ってほしいトークテーマをいただいてます。ありがたいね、ほんとそんな。そう、実はだから、うん、さっきその番組いろいろやってきたって言ったけど、うん、2人で喋ることはそんななかったの。ほぼ初めてでしょ？そう、本当に壁がでかい。壁がでかい。なんか壁がでかくて、うん、だから休憩中、そのなんかたわいもない話ってキャストさん同士するじゃん、あのなんか共演者しなかったですよね。だってほぼほぼ、いや、そんなもん。要はその自分棚に上げていたらあんなもしんどそうにだるそうにしてさ、ねえ、喋りかけるオーラ、そっちがすごい顔出してるよ。そっか、そうだよ。俺と唐橋さん、ほらもね、唐橋さんもね、今日俺あのちゃんのラジオ行くのよって連絡したのよ。あ、そうなの。そう、あのさ、なんかあのちゃんに伝えたいことあるってさ、唐橋さんに聞いたらさ、あの山里さんが撮るかと思った天下、誰よりも早く先にあのちゃんが撮りましたねって来たよ。そんなことないけど、唐橋さんもとてもお世話になったんで、ね、そのほぼほぼとか新食感でずっと一緒にね、聞いてる唐橋よね。いや、ね、さんね、うん、聞いてくれてると思うよ。朝早い人だけど、なのでちょっと喋ることなかったんで、うん、喋ることなかったことないですよ。リスナーが、うん、くれたね、はい、テーマね、はい、ラジオネームかつてナマコと呼ばれた人さん。あ、今何なんだろう。私は毎朝の通勤が苦痛すぎて嫌いなのですが、うん、お二人は嫌なこと乗り越えるためのモチベーションをどうされているのか教えてください。はあ、嫌なこと乗り越えるためのモチベーションあります。嫌なこと、嫌なことそれあるよね。嫌な人に会わなきゃいけないとか。あ、お仕事であるっしょ、それは。まあね、うん、でもそれどっかに、まあ先に楽しい予定立てるけどね、そのこのライブでここ行ってこれできるとか、自分の一番したいことのマックス楽しいことを先にこう予定組んで、本当やってるよ、ちゃんと。絶対嘘だ。もっとなんかノートとかそれこそさ、うん、に書いてん、今はまあ携帯のメモとかにぶっつぶすリストとか書いてんでしょ、うん、どうせそれは書くよ、それあの。ほらね、それは大前提。あの、だから通勤が嫌とかでしょ、嫌な人と共演とかのと喋んなきゃいけない時は書くでしょ。書く、あっちも書くでしょ。僕もそうなの。
あれ書いてる時さ、すっごい楽しくない？楽しい。あれ、え、あのちゃんはどう？もう事実とかその人の思いだけを書くタイプ？まあ、されたことと、あ、うん、こいつはどう潰すか、あ、潰し方と、あとこいつが一番幸せな時にその幸せが全て消えるっていうあの俺短い小説を書くの短い小説、小説じゃねえし、一番短すぎる。そう、そのなんかこうなんか人間の一番楽しい瞬間の直前にそれができなくなるとかいうのを一生懸命書くの。もう願いを書くの。そう、願い、願い、その人ね。僕は願いはあんま書かない。いや、単純に事実と、あとどうやって潰すかの予定表ね。今どうするかっていう。今結構何人もいるの、そういうなんかこうそこにいっぱい直せない人。いるいる。もうちっちゃい子からぶっ潰すリストがいっぱいできてて、うん、それをどん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 あの潰してってる。これさ、何がいいってさ、ぶっ潰すリストにさ全部ぶつけてるとさ、なんかこう頑張りなさる時に結構それで頑張れるじゃん。あ、そう。でぶっ潰すための燃料を貯めてると思うと、そう考えたらこの苦痛の場所って全部燃料になるんだよね、これ。そう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 。その時にぶっ潰すリストとか、うん、これをしなくてよくなるため、うん、だからそれぐらいこれが嫌だってことを考えれば、そうね、変わるもんね。それをやればおのずと別に自分が大きくなって、そういい感じになるっていう。嫌なやつは本当にこなんか喧嘩するよりもこっちがでっかくなって圧倒的に勝てるようになってから潰しに行くが一番楽だもんね。そう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 、うん、です。はい、はい、かつてナマコと呼ばれた人、はい、ぜひ。そういうことです、はい、ラジオネームチロリアンペロチョさん。チロリアンペロチョ、はい、ありがとうございます。もしまた2人でバラエティ番組をやるだとしたらやるとしたら、あ、そんな田舎の方僕が待って、やるとしたらどんな番組で共演したいですか？いやでもいろんな番組できるなと思うね。あのちゃんもね、昔よりもだってあざとくてとかさ。あざとくてお世話になりまして、ね、大丈夫あざとくて。いやもうすごいよね、田中みな実さんの。本当俺心配になってんのよ。なんで？あのさ、俺あのちゃんが来るとさ、田中みな実がさやたらめったらあのちゃんの真似するじゃんするあれってさ、俺もいや昔経験あるんだけどさ、うん、なんかそうじゃないと思うよ、田中みな実さんのそうじゃないと思うけど、うん、なんか俺の場合はすごく嫌な人がずっと俺のなんかこう、うん、漫才とかで言ってるやつをずっと横で真似し続けるみたいで、すっごい嫌な人だったのよ。なんかコメントしか言えないわってずっと言ってきて、ちょっと本物聞かせてやみたいなすっげえ嫌な人がいて、なんか全現場でずっと物真似してくる人で、なんかこっちもさ、うん、あの目上の人にそれやられてさ、似てますねしか言えなくなってくるじゃん。そうな、まあ、そう、モノマネされる時の反応は確かに困る、ね、でも田中みな実さんめっちゃ似てるから、あ、いい、あ、めっちゃ似てるってなる。いやいや、それ心配だったのよ。あれ俺なんかいつもあなんかすっげえずっと、だってあのちゃんがなんか喋るたびにさずっとさそのセリフ言われちゃうとハマってんでしょ多分。今ね、な、今ね仕上げてる最中って言ってまあそれは嬉しいよ。本当？いやだから心配だったのよ、うん。いや嬉しい嬉しい。あのぶっ潰すリストに田中みな実って書いてないそれよりもやっぱちょっと垣間見えるこうふんふんっていうなんかその恋愛ストークの時の空気のがヒエってする。ああ、え、田中さんと弘中さんの、うん、なんか強いなこの二人みたいなさアナウンサーとしの、うん、元アナウンサーそうなんか今のそのアナウンサーに対しての時あったじゃん、この間。この間もあったね。怖かったじゃん、あのなんかこう顔は笑ってるけどもう言葉の一個一個がもう殴りにいってるよね。そうそうそう、もう今の方は分かりませんけどみたいな。そう、多分あのじゃ私たちの時はそんなんじゃなくてみたいな言い方、うん、で、まあ、今の方だってもうなんかブランドとかね、インスタとかに載せるのは私たちはそんなんじゃないけどの時のあの二人のやりとりね、確かに俺とあのちゃん凍りついてるなんかすげえ二人でなんかうん、でもあのちゃん多分ね、あそこでオンエアされないと思うんだよ。あ、そうなんだ、あ、ごめん、まあ、それはまあこの時間までね、ラジオ付き合ってくれる方への、まあ、プレゼントですよ、これは。これぐらいはオンエアで確認してほしいよね。だからあのちゃんとあれもお一方、あ、そうだ、あの松下洸平さんっていうね、はい、あの役者さんと出てて、ね、その回で今俺とあのちゃんが喋ってくだりがなかったら俺たちがいかに今日の放送でやばいこと言ってしまったかそうね、ちょっとさすがの僕も山里と共鳴したと思う。そうね、ちょっと目が合ってね、あのこの殴り合いってエンタメでしょうかみたいななんかこう笑いながら蹴っ飛ばすからすごかったよね。なんかね、最近の人は分かりませんけどね、なんかそのブランドものとかインスタに載せるのとかいいのかな、まあね、私たちの頃はそんな
さすがの僕も気使ったね。そうね。その後ちゃんと俺とちゃんと松下さんでね、あ、なんかすごいポップなこと言ってたもんね。でも本当に100年の恋が冷めるときってみたいな。あの時大人になったね、やっぱ。そう、ちゃんと大人になれた。かっこいいよね、やっぱあの二人何がかっこいいって、やっぱそこら辺。あのちゃんのそのスピリットちょっと似てるけど、あの二人も別に売れたろうみたいなないから。あ、そう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 。自分曲げてまで。どう思われてもいいと思ってるから言えるわけだし、ね、まあ、うん、実際そう事実言ってると思う本当に。今のアナウンサーあんま好きじゃないじゃん。あのちゃん、あのちゃん、俺たちはフォローでいいからやめよ。ね、え、だ。どんな番組そう、ね、質問はそれだから共演したいですか、うん、だからでもいや、もうああいうこともできんだと思ったけど、でも俺はやっぱりあの時の俺たちがね最初やってた頃のメンツ集めてもう一回やりたいよ。いや、あれ復活させようよ。そうだね、今のさ、うん、あのちゃんのねもう力とかがあったら、いや、タイムももう一回さ、ほんでさ誰だっけ、リック、リックバッハの末、バッハの末裔だよ、リック。あれ読んでやろうよ。そうね、スーパーニューニューとかサツキとかさ、うん、オーガードビート読んで、で、あのちゃんとさ、カラシさんとやろう。ね、ちょ、テレ東さんね、もう一回、うん、今もうちょっとあの、うん、テレ東で僕レギュラー番組持ってるんで。じゃあもう行くじゃん。俺もだってテレ東でレギュラー番組やってるよ。あれね、粗品なの。あ、もう粗品と僕と。あのさ、あのちゃんといえばそっちなみたいな。これはね、あのちゃん、俺は それ今日それ言いに来たの。あらららら、何忘れてたんじゃん。やばい、変なの触れちゃう。一発目のゲストも霜降り明星で。そうそう、よかったじゃん。なんか相性がさ、粗品があの珍しくというか、うん、こんなにこう相手が好きって思ってる粗品を見れるのは、うん、これあのちゃんとの組み合わせだけじゃない。いや、だからね、もう孤高の天才だからね、基本粗品って。確かに。でもなんかあのちゃんとさ、ドライブしてる YouTube とか見たけどさ、楽しそうだもんね。本当ですか、うん、ならいいけど、まあ、そうだ、バズってもいますし、もう何百万、3個出して全部何百万いってて300とか、ね、すごっ。そう、もう山里はだからやっぱね違うのかな。チルファンプラス聞いた、あのじゃあ粗品がやるやつの一コーナー任せてもらって。粗品とあのちゃんのね、一コーナー、声だけでいいから。テレ東のとこでやります。粗品とやってるとこに一コーナーいただくね。プライドボックスもあったもんじゃないこれ。ズタボロよ。後輩よ、だいぶこっち。そうだよね。ああ、ラジオネームお芋のヒーローさん。あら、お芋のヒーローさん。お互いがここでライブしたい、漫才したいと思う場所はどこかありますか。国内外、ステージ以外の会場や空中など何でもありです。ちなみにトム・ブラウンは無人島で漫才をしてました。面白いよね、あれ。トム・ブラウンの無人島漫才。トム・ブラウンね、相性良さそうだけどね。僕トム・ブラウン、うん、あ、みちおさんと僕やっぱりそうだ。 NHK のマヤマヤポンっていうNHK に出ていいの二人。二人の番組が始まったの。始まるっていうか、その、ま、古代マヤ文明の魅力をトム・ブラウンの道夫と僕で伝えるっていう、うん、てい特番があるの。、うん、そう、もう放送したのそれ。まだ放送されるかな。しないんじゃない。なんか粗品、道夫、山里って順番。あ、また俺道夫くんを抜かれたの。そうだよ、すごぼう抜かれじゃん後輩に。二人でやってんだよ道夫と。そっか、そう。でも相性はいいはず、道夫ちゃんとも。そう、なんかよかった相性。並びがいいもん、なんか本当、なんかなんて言うんだろう、怪獣と女の子。なんかそう、ジブリとかで描かれてたの二人じゃんか。そう、生贄とか言ってたずっと。あ、そういうのが成立するんだ NHK も。そう、変わったね時代って。だから、まあ、うん、どこよ。だからうちらもだってある程度限られてるじゃん。言ってもさ、まあとね、オードリーが東京ドームでやるんだよ。あ、そっか、そうだ。すごいよ。でも東京ドームでできる自信はないからな、俺でも。あ、ない？ないない。どこがいい？何回キャンディーズでってことよね。うん、やっぱ武道館はやっぱ一回やってみたいよ。あ、うん、ないんですか武道館？ないよ。だってそれはもう武道館無理よ。そう簡単にできる場所じゃないもん。でもお笑い芸人さんが武道館っていいですね。なんかね、ちょっと昔からね、うん、こう歴史あるすごい方々がやってきてるからね。あ、そうなんだ。そうなのよ。芸人さん、たけしさんとかもやってるしね。あ、そうなんだ。2ビートでやったりとか、松本さんもやったりとか、
してんのよ。松本、ああ。そうそうそう、はい、うん。このお笑いの流れで松本でその他の松本いないでしょ。やめてくれる。まつまちゃんね。そうそう、ま、松本さんね。まっちゃんって言えるもんね。松本さん。松本さんなの。もうそんな距離感でいられるの。松本。俺名前なんか出したけど萎縮するのに。松本さん。そんな距離感なの。でどこなの。あのちゃんだってアーティストさんだから選択肢はいっぱいあるじゃんか。やりたい場所。え、僕マジどこでもいいんだよね。でも武道館は確かにやってみたいかも。日本国旗みたいなんじゃん。ああ、日本国旗みたいなとか日本の国旗、ね、なんかあれ、うん、あれがあるからやりたい。へえ、日本ですってことを言いたい。そんなタイプだったっけ。いや、え、あのちゃんってこんな感じだけど心の奥に長渕いるの。いや、でもあのアーティストとしてもジャパンを代表するアーティストになれたらそこ立ってるのかなって。え、そんな遠くないんじゃないそれ。いや、どうなんだろうな。でもなんかちょっとチート使っても立ちたくないの。なんかちょっと客を埋め、なんかどうにかこうにか埋めてますみたいな風にはしたくない。そんな人いないけどね。もしそんなことあるんだったらね。あるんだったら、うん、そういうのやらずに頑張りたいなと思うから。いけるっしょ。全然まだまだなんですよね。そっか。でも歌はね本当にずっと昔から好きでやりたいって言ってるから、うん、その最高峰には行きたいだろうに。ドームはドーム。ドーム、うん、ドームって何。東京ドーム。あー、東京ドーム。あんまなんかパッとしないっすね。わかんない。パッとするよ。わかんないの。ドームって言われてでかすぎて、スケールがでかすぎて、墓墓地とかで、墓地墓地墓地で墓まで今北欧じゃん。かっこいいな。どこでも歌えりゃいいんだな。でも、うん、そういうカリスマ性出すなって急に。今夜のゲストは水谷俊さんです。違う違う、卓球の話一回もしてないでしょ。あ、そうですか。メガネかけてたから。うん、メガネかけてるの。オフの日の水谷俊さんが誰知ってんの。メール読む、うん、メール読もうか。うん、よくないよ。あの CM 上げる直前にもうこいつと話すことないっていうの。ねえ、横の作家さんにそれ言うの。目の前どんな気持ちで聞きたいの。ラジオネーム、うん、ハートマトさん。あ、ハートマトありがたいね。あ、山里さんに質問です。珍しいね。この放送の終了後ツイッターでどのようにツイートされるご予定ですか。あ、それはまあちょっとツイートをね見ていただければって感じですかね。うん、ツイートしてくれんのこのラジオのこと。そりゃそうでしょ。だって言ってもね、マナ弟子に会いに来たわけですから。
さっきまな弟子の成長を見たみたいなことをつぶやくだろうね。ちゃんといいこと書いてね。何が？だって僕の説教ばっかだったじゃん、その始まる前。あれはおかしいことがいっぱい書いてあったから、それに対してね適切に答えを返したけど、別に噛みついたわけじゃないんですよ。いやいやいや待って、僕は素晴らしい人に来ていただけて嬉しいですって言ったのに、うん、プラス、うん、それはなんか言葉に感情がないとかネチ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 。あのちゃん聞きたいけど、あの言葉にちゃんと感情込めてつぶやきました？あれつぶやいてない。だからじゃん。だから伝わってるから正しく言ったんじゃん俺は。心で収めようよそれはさ。もう心で収めらんないわけよそっちは。でも このラジオを実況してくれるよね、この時間に。だったら生で来るよ。そっか、寝るか。そうだよ。デイデイがあるから。そうだ、ちゃんと55ツイートしてください。あ、1時間に。あんなのオールナイトニッポンで。うん、まあね、なんか情熱ある時してたからね、それぐらい。そう。まあ、するよ、それは。頼むよ。ラジオネーム、ジャスパーさん。ありがとうございます。日テレの朝の顔にもなり、面白くて好感度の高い最強の芸能人になろうとしていますが、ジャスパーさん。好感度が高い人の登竜門、上司にしたい有名人ランキング、ベストファーザー賞、うん、ベストジーニスト、うん、これらの賞に一つも引っかからなかった場合、うん、暴れますか？うん、あのまずこのメールね、ジャスパーさん、あのジャスパーありがとうって一回言っちゃってる自分が嫌いなんですよ。いやすごい褒めてくれてるね。褒めてくれてるね、うんうん、でも何も引っかかってないし呼ばれる気配がないのよ。、うん、俺をデニムが選んでくれるわけねえじゃんか。どう、でもベストファーザーはいけんじゃない？ベストファーザー、うん、でもなんかさ、いや無理よ、ベストファーザーどんなに撮ってんのか分かんないけどさ、うん、なんか嫌じゃない、ベストファーザーと。ベストファーザーとベストファーザーは確かに、うん、1個足してこなくて危険でもないよ、あのちゃん。タイミング考えておしゃべりよ。撮った後になんかありそうだから、何もない、僕もやり撮りたくない。うん、まあ撮れないですね、あのちゃんは。ベストファーザーは撮るかもじゃん。そっか、何があるか分かんない時代だからね、うん、でもいや俺もね、なんか絶対ベストじゃないと思うし。あー、まあだろうね。そうだろうねって。あと肩身が重くなりそう。あー、それだってこのさ看板ショーなきついよね。だって行動もある程度制限されるじゃん。そう、何もできなくないじゃん。いい人の面しなきゃいけないでしょ。そう、できないもん。できない、そんなさ。なんかしかもちょっとさ、わかんないけどね、これ撮った人たちがそうしてるかわかんないけど、なんかこう子育てをさ、うん、なんかこうすごいことやってるけど俺そんなすごいことやってませんよみたいな面して、はいはい、なんかアピールする人たちでしょ。そうだよ。で、いやだよ、普通のことやってんのに。そう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 、普通のことなのよ。そうね、教育、じゃあ育児、うんうん、飼育は誰が誰と何語ってんだよ。本当だね、一体全体。、うん、なのでまあ暴れます。はい、暴れます。ラジオネームフェルマーさん。あら、フェルマーさん。山里さんはかつて M1 で審査員のラサール石井さんに、彼のツッコミは一つも外さないねと言われてましたが、ね、ラサールさんは今外していませんか？はい、じゃあそれは一番あのちゃんのオールナイトニッポンってこんな攻めたリスナーがいる。そうだよ、僕のリスナーってマジで攻めててかっこいいの。超武闘派じゃん。武闘派がいるから、極楽トムの吠え玉以来の。か、解説お願いしていいですか？僕よくわかんない、ラサールさん。よくわかんないっていう殴り方があんだな。何、ラサール、ラサールさんね、まあ言ったら、まあ、これ M12004 でね、うん、ツッコミ一つも外さないって言ってくれた、うん、ラサールさん、うん、ね。で今ラサールさんが、まあ、例えば SNS とかね、うん、いろんなことに対して思うことをね、つぶやいてらっしゃるんですよ。あ、まだ生きてるってこと？当たり前じゃない。ラサールさんってそういうその過去の偉人とかじゃないのよ。結構偉人かと思った、うん、まあ、生きてるってか、まあ、そのまあギリギリよ。あ、ギリギリ生きてて、うん、ギリギリ、うん、ギリギリ生きてて、そうそう、すごい、まあ、攻めに攻めてるわけよ、コメントが。かっこいいんだ、かっこいいな、でもかっこいいんですけども、そのかっこよさって果たして合ってるのかって、うん、そこにその角度で切り込むことが合ってるのかってことを多分フェルマーさん聞きたいと思う。でそのツイートがいかんよってこと、うん、まあまあ、あのすごくオブラート剥がすとね。山里さんはどう思ってんの？山里さんがラサール石井のツイート、いや、ラサールさんのツイート俺がどう思ってるかって、うん、あの俺のこと褒めてくれたラサールさんがどう思ってるかって、うん、まあだからちょっと外れてるかもしれない。はい、そろそろお別れの時間です。他にあったのね。
アノのオールナイトニッポンゼロ。アノのオールナイトニッポンゼロ終わり。あ、急に来た。はい、終わり。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけじゃなく過去の放送アーカイブも独占配信されますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。ハクナでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。くだせ。日本放送ではこの後4時半からは上柳正彦朝ぼらけをお届けします。ハゲです。あのに今夜の採用者はラジオネームエピローグさん、うん、ラジオネームナポリタンダイナマイトさんでした。ありがとう。あの子ないね。どうでした、久しぶりの日本放送は。いや、なんかやっぱちょっとこの曲を聴きながら喋ってる自分はやっぱちょっと緊張するね。あれ、まあ、昔やってたんです。昔やってたよ、ゼロ一応。あんまいい思い出ないみたいな。やめなさいよ。聞いたけど。そんなことないよ。まあ、ただね、ちょっと俺の力不足でそのね番組すぐ終わってしまったけど俺のやつは。え、また来てよ。いや、そんな来たいいの。来てくれますか。いや、それはもうそんなあのちゃん次第よ。あのちゃんがね呼んでくれるんだったらじゃあ、もう今日はもう二度と会いたくないとか。ツイッターに関してはもうツイッター社で報告されてんだからさ。そうだ、僕もうスパム報告しちゃった。危ないよ、俺もうこの後凍結されてくださったんだからさ。だからそのスペシャルウィークに来てくださいよ。スペシャルウィークはだって俺お互いいろんなことあんのよ。まあ TBS ラジオはねスペシャルウィークはないんだけど。こっちはいいよ。え、こっちはいいよ。まあうちもね TBS はスペシャルウィークがなくなったからね。でもスペシャルウィーク来てよ。来ていいんだったけど、生放送だね。やっぱ出川さんだってね、うん、あのお忙しい方生で来てんだから。いや、生で来てそのままでいていこう。そうね、うん、寝ないでいこう。いや、まあ、軽く髪は取るけど、まあ、ここからね、まあ、一回汐留止まってってのはできるよ。俺できっかな、うん、まだまだ伸びしろあるよ。あ、本当。あのちゃんにそれたら自信指定が逆になってるの最後。ね、僕が育てたんだしさ。あ、俺気づいたらあのちゃんの手のひら上だったんだね。そう、そあの番組でこういう人とも山里さばけるっていうのを成長させた、うん、僕がね。なるほどね。あのちゃんをこういう風に見せることができる、これは MC とかになるんじゃないかって、そう見せるためにあえてそう腕を上げさせたん。先生、バラエティーがしたいです。もう一回来てね。いや、それはもうお邪魔しますよね。あのちょっと思ったら、うちは CM 中にちゃんとした話しすぎたね。あのお互いの結構これからの未来のことだから喋そう。そう、 CM 中に山下は本当いつどのタイミングが売れたのかとか、なんか急にね、そんなもんすっごいお笑いのあたりみたいな質問してきたもんね。ちょ、気になっちゃって。でも M1 よ、 M1 多分2004よ。あ、そうなんだ。そうそう、20年ぐらい前かな。やっぱどういうそのプランで行ったかとかもいっぱい聞けた。CM 中にね。CM 中に。リスナーさんには申し訳ないけども。だからそういうとこを次回は。あ、そうね。話していく。あのちゃんの本当にねのとこも聞きたいしね。そうね、うん、はい。実はちゃんと尊敬してるってとこもちょっとね、できれば言っていただければっていうね。それは CM 中も言ってないよ。言ってなかったね。言ってないね。言ってないね。ごめんなさい。そういえば俺一回も尊敬されてないね。はい。あ、終わりだな、尊敬してます。はい、心込めて、はい。ここまでのお相手はあのと。あ、山里亮太でした。出会いがあれば別れもある。笑顔でまた会おう。いいこと言うね。あと30秒ある。絶対それはあと30秒で言っちゃいけないでしょ。それまとめてよ、早く。残り10秒ぐらいでこれ言うよ。ほら、生慣れてる。生慣れてるからまとめろってね。デイデイまとめて。こういうことをできるようになったことで俺が MC つながったのが、先生本当に今日ありがとうございました。あと20秒、あと20秒は急に増えたね。まとめて。大丈夫、急に時間が増えた時久々知ってんだよ。何、とにかくゆっくり喋る。いやー、まっちゃん、早く終わっちゃう。え、終わっちゃう。出会いがあれば、え、別れもある、笑顔でまた会おう。もう俺が言っていいの。あのです。あののオールナイトニッポンゼロ、白菜限定のアフタートークです。はい、山里亮太が来てくれました。どうでしたかね。いや、なんかね、やっぱり懐かしいなという気持ちも僕の中でありました。なんかこういう未来があるとは思わずに当時番組収録もしてたから、なんか不思議な気持ちだった。なんかすごくダメだなって、その
そのなんか調子に乗らせようとしてくるけど、山里さん僕をちょっと調子乗らないようにしようって思って、あら気が改まりました。はい、でも やっぱり喋りはすごいね。うん、ほぼ乗っかってた今回も。やっぱゲストが来ると僕がその船に乗って暴れるだけなんで楽しいですいやもうまた来てくれるといいけどな。うん、来てくれるかな、ちょっとわかんないです。もっと俺を立てろってとこあるかもしれないので、こんなのラジオには来ないかもしれないですけど、まあね、これもあれで実際時間流れるんだよね、アフタートーク、ハッシュタグ楽しみですね。うん、山里のツイッターだからどうしようかな、凍結してるかどうかだから僕もう多分見れないから、あっちのツイッターあの見れんのか、報告はしたけど一応見れてはいます。でもあのミュートマークがついてるね。えちょっとツイッターもツイートも楽しみ。あとまあドラマも終わってるから普通にドラマが楽しみだね僕は。みんなが見てんのか、ちょっとあれだね、なんか良かった、その間ドラマの前、最終回前にできて、で最終回後にこれが出んでしょ、一番いいじゃん。いやちょっとね楽しかったので、ぜひまた来てもらえ、みんなだからツイートして山里さん懲りずに来てって、はい、お願いします。ということで、アノのオールナイトニッポンゼロ、毎週火曜日深夜3時から吐くのでライブ配信しています。誰でも無料でスタジオの様子を見ながらオールナイトニッポンゼロの放送を楽しむことができます。というわけでアノでした。また来週、バイバーイ。